今回は外部ジオメトリーの作成とカーボンコピーについて紹介します。最初に外部ジオメトリーを作成について見ていきましょう。この機能は、スケッチに関連付けられた形状からスケッチ作成用の補助線を作成する機能です。例えば、こちらの立方体のエッジを補助線として使用し、それに整節する円を描くなどの用途に用いられます。それでは、 参照元の四角形のパッドを作成しましょう。パラメトリックパーツを選択し、パートデザインとします。次に、XY 平面にスケッチを作成します。そして適当な大きさで長方形を描きます。これでスケッチャーを閉じます。次にパッドツールを使用して立体化します。 そしてこの面を選択してスケッチを作成していきますここでこの面に円を描いていきましょう次にこの円を左上の2つの辺に接するように調整したいと思いますそこで外部ジオメトリーを作成する機能を使用してこの2辺に補助線を作成します 外部ジオメトリーの作成ツールをクリックし、この2辺をクリックし選択します。対象とする辺を選択すると、ブルーに変化するので、ここでクリックを行います。もう一つの辺についても同様にクリックを行います。そうすると、この2辺が補助線としての機能を果たすことができます。また、 このモードから脱出するには右クリックで行います。それでは、この円を辺に接するようにするために整節拘束を行ってみます。整節拘束ツールを選択します。次に円を選択し、先ほど作成した外部ジオメトリーの補助線をクリックします。すると、円がこの補助線に接するように移動します。同様にこちらも行ってみましょう。 このように外部ジオメトリーを作成すると別のスケッチャーよりこれを参照していろいろな編集機能を利用することができます。こちらが完成したスケッチとなります。それでは次にカーボンコピーの作成について紹介します。この機能は編集中のスケッチ面を別のスケッチ面から形状をコピーすることができる機能です。最初にパラメトリックパーツを選択し、 パートデザインベンチでコピー元となるスケッチを XY 平面に描いていきます。こちらに六角形を描きます。次に三角形を描きます。こちらの辺の長さは 10mm とし45度に拘束します。 これで決定し、コピー元のスケッチが完成です。それでは別のスケッチを作成します。新しいスケッチ面は、コピー元となる、スケッチと並行する平面に作成する必要がありますので、XY 平面とします。スケッチャーが表示されると先ほど作成したスケッチの図形も表示されています。 ここでこれらの図形を新しいスケッチ面にコピーしていきます。最初にこの六角形を選択します。そしてカーボンコピーツールをクリックします。同様に三角形についてもコピーを行ってみましょう。すでにカーボンコピーモードになっているので、この状態で三角形を選択します。次に、右クリックでモードを脱出し、 コピーされた図形を移動してみます。このようにカーボンコピー機能は他のスケッチャーで作成された図形を別のスケッチャーより参照してコピーすることができますコピーされた図形は元の図形の属性を継承するので六角形については大きさなどを変更することができますが三角形の図形では長さや角度拘束がかかっているのでこれらを変更することはできません